はい受動体の練習会なんですけれどもね基本形のねまずは TK'sPoint 受動体とは受動体 B 動詞プラス過去分詞ね形大丈夫ね過去形じゃなく過去分詞ですそして覚えよう例文がトムはキャロルを愛しているトムラフ・キャロル、ね、ラブホニャララを愛する。 これを受け身形にすると「キャロルはトムに愛されている」「ラブス」が「イズラブド」そう公式化すると「ビーラブド」先ほど言った「ビー動詞プラス過去分詞ということでしたこの基本例文が頭に入っていればあとはそれを練習で繰り返して定着させるだけですさあそれではスタートするよ。 それでは早速練習問題こちらドスンカッコ内に当てはまる言葉を次の選択肢から選びなさいはい、まずはね一個ね、ジャックはみんなに尊敬されていますジャックはみんなに尊敬されていますジャックランバイエヴァンそうするとせっかく日本語のヒントがあるので比べてみるとジャックはみんなにじゃあここの部分尊敬されていますですよね 尊敬という動詞はリスペクト。うん、ほにャららを尊敬する。でも今回は尊敬されています。Be respected。はい、こうなるわけです。リスペクトは今回の授業ではね初めて出た過去形と過去分詞形がね ED をつけてそのまんまの形。Respect, respected, respected. ですので、ed をつけた形、ね、過去形と同じ形で ed をつけたものが過去分詞になれます。じゃあ、もうね、基本形ですからね、リスペクトって単語みんな知ってる人も多いと思うんでね。もう知らなかった人も、今日覚えちゃったから、大丈夫なんだけど。あとは、そう、ここの b 動詞のいじりよね。現在過去どっち、ね、います、だから、現在。そして、主語がジャックーク、ね、三人称で。 えー、単数で現在ですでも一般動詞じゃないからね単純にこの場合は「そう」「is <laughs> をつければよいということが分かります。はいよって正解はどっち?「そうだね」はい「is respected」これを入れるということが分かります。<laughs> はい全体見ると「ジャーキー is respected by everyone」。 Jack is respected by everyone. じゃあこれ英語の気持ちで言うと「ジャックってすごいよねみんなにすごい」あ「あすごいって言われてるよねジャックすごいな」「誰に?」そうみんんなにですじじゃゃということでこれね強調してるわけ。もうわざとらしいでしょみんなが尊敬するのは「ジャックです」っていうのもいいんだけれども。 ジャックってすごいなすごごいいななみんなが言ってるよ「じゃじゃーん」という形で受け身形にすると「エブリワンリスペクトジャック」よりも「すげえみんなに尊敬受けてるんだ」というふうに使えるわけです。はいわざわざ受け身にする意味、ね、ちょっとずつ分かってきたかなどうかな続いて2番「どすん」。 日本語で,あ日本で話されています英語は日本語では日本で話されていますということなんですけれどもねはい、そうすると今回せっかくヒントがあるので比べていくと英語日本で話されていますお、話されていますはこれもともとスピークが、ね、話されるだから be spoken 大丈夫ねまずいきなりちょっとハードル高いけどスピーク スポーク過去分詞は「スポークン」ね。でまあまあそれはいいんだけど今回、えー、主語が英語だからここ「イズ」にして「イズ」「スポークン」これもまあいいわ。はいちょっとひねりました。日本さんによって「いや僕は日本だよ」「いやちう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 」「日本で」ということで「日本という国で」「場所で」 ということですよねはいですから日本さんがいや僕は日本さんだよって喋るんじゃなくて日本という国の中で日本という場所の中でって考えるのそうするとやっとね選択肢の意味が分かりましたそう通常受け身と言ったら場合に引っ張られちゃうんだけどごめん今回はいいんね、えー。ほにゃららの中でという場所を表す In これに注目するんですはいですから正解は2番入れてみてもう一度説明すると English is spoken. ちょっと離れさせてこっちに「インジャパン」はい「イングリッシュ」「インジャパン」はい受け身形にすることでここ強調英語って話されてるんだよ アメリカでイギリスでいやも,うもちろんそうなんだけど近頃じゃじゃじゃん日本でも的な感じになるわけちっちゃい子はリンゴジュース欲しい時エア p l e もう普通だね普通じゃないかはいということで「in japan」という形になるわけで皆さんはい突っ込んで突っ込んでそう先生「バイ」がないじゃんかどうしてくれるんだブーブーそうこれは「バイジャパニーズ・ピーポー」だよね普通ね、えー、ジャパニーズ・ピーポーだけど これ当たり前なのでで省略ですね当たり前の情報は当たり前の「by 人はカットしちゃいます。ねこの車は日本で作られてるそんな人間によるじゃんそうだよね英語が話されています日本で日本にいる人でこれ当たり前だから削るのそうすると元々の文の「people speak」 よりもキュッとした感じでこれ消せるから、ね、後ろに回して消したってことで is 英語が話されてるんです。どどどこここでどこででで、so, 日本でというふうに強めることができるわけです、はい。ですからこれはかなりレベルの高い問題です皆さんパターンができたからついこっちを選んでしまうけれどもちょっと待て日本さんじゃないぞおっとこれは場所のいいんだ。 ね、何気にちょっとレベルの高い問題だったけれどもうまく解けたかなどうかな続いて3番よいしょその会議は月曜日に開かれましたヒントで使うと「t h e m e e i n g その会議「クーランクーランクーラン OnMonday ンン」月曜日にはい注目すべきは開かれました会などを開くね などを開くこれね「ホールド」hold ってギュッとつかむっていう意味がもともとなんだけれどもそこからですね「持つつかむ、えー」このような会議の場を持ちまして「誠にありがとうございます」「持つ」ということからね「会などを開く」という意味で使われます。で今回は「開かれた」なので be held これね「ホールド」はね不規則変化の中の一つで「 ホールドヘルドヘルドホールドヘルドヘルド過去形と過去分詞同じ形なんだけれどもね ED をつけない不規則変化のパターンですはいそうするとこの B ヘルドに注目するわけですがはい今回開かれたというふうに過去になってるのでここわずにしてあげればよいじゃあ選択肢見るよおおできた過去はい正解は二番ということで The meeting was held on Monday. The meeting was held on Monday. という形になるわけです。集合が単数でありね、で、えー、今回は過去だということもあるので、is ではなく was になっています。で当たり前だけれどもね、これも当然人々に人々は開いたよ会議を、えー、月曜日に。でも人々が開いたに決まってるでしょ。じゃあどうもおさゃれの会議ですキャッキャッとかね。 ニワ、えー、さんの会議ですコケコケとかさそんなあるわけないんだからバイナニナニ書かなくてもいいよねですのでこういう形そうすると最後に英語のニュアンスその大事な会議が開かれたのそう月曜日だったんだ月曜日にすでにあのことは決定されてた何ってな感じでこの月曜日がね強調されているとこういうニュアンスでしたはいもうパターン頭にしっかりと入ってきたかな それでは入試レベルにチャレンジ。とん。過去ないに当てはまる言葉を次の選択肢から選びなさい。はい。ということで日本語のヒントがない。This temple grew up 752。なだこの752。まあいやちょっととりあえずここじゃ分からんからしょうがない。選択肢さんを見ると is built was built is built was built あ。あなるほどね。まあこのお寺が建てられるだから建てられたかそんな感じですよね。 つまりビルドっていうのが、ね、何々を建てるビルドでホニャララを建てるですからこれがビービルドで建てられると、うん、まあそれは分かったねそれは分かったよとじゃあこのが何な2だって話ですよね752人によって二人によって じゃない。そうだね。確かに七百五十二人によってって言えそうだけど。七五二だけじゃ、ダメよ。もし七百五十二人にって言うんだったら、People とかつけなくちゃ。Man とかだから、この七五二は。誰々さんによってじゃないんじゃない。そうすると、場合のほにゃららによって。は、ちょっと違うか。ほにゃららによって。は違うか。すると、それ以外なんか七五二で文の後ろで。 なるほど、ね、西暦ね西暦752年にそっか752年にって考えればいいのかあだからこの「インなのね「ホニャララに」ということで年代を表す「インホニャララに」ららということで年代を表す「イとあやっと分かったわね。 「In the evening」とかね「In the afternoon」とかね時間帯年代を表す「in」があったよねあの「in」で「in」だとはいというわけでこの「in」を使うわけなんですけれどもそれが分かったらもうね大丈夫「in」752どう見たって過去だよねはいですからこの was「was、はい」よって正解は4番「was built in 752」 このお寺は西暦七百五十二年に建てられた。ですから、ちょっと離れちゃったけれども。ここで意味の塊。西暦七百五十二年にということだったんですね。いやー、ーこれ地味な文だけれども。めちゃめちゃレベル高いよ。だから、万が一間違えちゃった人もそんなに凹む必要なし。むしろ先生が言いたいのは、できなくて普通。できた人がすごいから。 これも基礎レベルの中でも超えてねかなり応用系できた人は自信持ってくださいできなかった人もしっかりと頭の中に入れてちょうだい、はい、というわけで今回は「受動体とは」の練習会でしたけれどもねほん、えー、に基本中の基本の基本でした。とはいえだん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 ,だんレベルアップしてきて、ね、難しい問題も解けるようになっちゃいました。 受動体は長文読むときにもね基本となる形です。今回の授業をねしっかりと頭の中に入れておきましょう。皆さんお疲れ様。